難しいですね。うん、じゃあ、あれじゃないですか。うん、どうなんですか。何が？逆に。何が？ワドさんはそうやって偉そうに言うけど、うん、どの辺がすごいんですか。何が偉そうに言うと。全体的に。ステッタを偉そうなんじゃなくて偉いんだと思うよ俺は。その辺を聞きたいです僕は。何が？その どういうことどういうこと、その辺だったの、その辺は、それ俺和道だよ、海老蔵と一緒に海老蔵になったんですけどね、海老蔵の考えしました、和道さん、どの辺が偉いんですか。知らない、みんなが偉いと思っちゃうんだよね。俺は普通にしてるだけなの、はい、俺は一人間として対話をしてるだけなんだけど、みんな偉いと思っちゃうんだよね。だからまあ格が違うんじゃん。なんか。うん。そっか。うん。和道と先交わしてるのに偉いのにとか。俺も頼もうかな。どういうこと？あ、いいですよ。あ、悪い。さっき。パピちゃんお疲れ。うん。千人だ。お、お疲れ様でーす。あ、ビールください。あ、2つや2つ、はい、この辺があれなんですか。何が。和道さんいや、偉いと思ったんでしょ、ヒカル君が偉そうと思ったんでしょ。俺別に普通にしてるだけなの。偉そうと思ったっていうか、だって偉そうって言ったじゃん。なんで偉そうにしてるんですかって。俺別に普通にしてるだけなの。さっきだって俺は偉いって言ってたんですよ。うん、偉いんだろうね。だからそう思ってるんだから。いや、そう思ってるじゃなくて、自分で言ったから、なんで偉いんだ、うん、自分で偉いんだって言ってるわけじゃなくて、ヒカル君が偉そうだっていうふうに思ったんでしょって。ってことは、君にとって俺は偉い人なんだよっていうことを言ってるの。わかる？俺から、俺は偉いんだっていう話は一回もしてないんだよ。そうなの、ね、うん。難しいっす。納得いってねいや、納得いってないんだけど、なんかよくわかんない。よくわかんない。うん俺自分が偉いと思う、全然思ってないよ俺自身は。態度がでかいだけじゃない。うん、媚び売りたくねえんだ。もうそれはありますよ、ね、うん、うん、和道さんはどこまでできるんですか。何がどこまでできる。俺はどこまでいけるか言おうか、はい、死ぬまで変わらねえよ。面白いな、うん、俺配信機って話しちゃうこれだって出てきてるもん、このスノーワドさん笑い方とか全然、飲んでる時と飲んでない時の差が激しいもん、この人裏表。俺はだから飲んでる時のあのワドさんの方が話出てくるから、だから この人とは今ね、昼間に話してたワドさんよりは今飲んでるこの夜のワドさんと話がしたい配信機の時期どっちかっつうとね、マークにやってた僕だった、うん、ひなちゃん。僕って女の子ですか。僕マー君っていう人。あ、マー君、うん、どうでもいいんじゃない。なんかそのペコペコだとかペコペコじゃないとか。いやでもギラギラしてるよこの人。そう好きだよ。本当に。俺も。光るバットになるよ。発砲とかやってねえからね。うん、バット。タバコでバットになるわけないじゃん。くさすって。え、まさか。え？俺マリファナとかやんない。ドラッグもやったことない。まさか。うん。
ブラックはダメなんだ、メンヘラだから。いや俺も無理っすね、うん、先に言ってた方が好きっすもん、どっちかって言ったら、うん、僕はもうずっとそうっすね。なるほど、はい、まあ、理想は決めセクシーみたいなんていう感じですね。おこれはもう、もうずーっと言ってます。シャブシャブで、うん、すごいって言うもんね。言うけど、でも俺、セックス気持ちいいかな、普通に。でもなんか、いや俺も気持ちいいっすよ。それは誰だってそうじゃないですか、うん、だけど、あの感覚が違うらしいっすね、うん、あ、そうと、あと、うん、女性だけに、うん、まあ、シャブ打たなくても、うん、コカインとかあるじゃないですか、うん、あれをインブにつけるだけでも違うっていう話。それそうだね、粘膜とかね。そうそうそう、そういうのもあるらしいですよ。うーん、全然気持ちいいかな、普通に生きてて。いや僕もそうですね、別に。いやもうやってみたいって願望で、ね、決めせっか、決めせっか。でも普通酒飲んで普通に酔っ払ってウェイっつって盛り上がって、おちょっとこう、俺酒飲んでのセックスもあんま好きじゃないの。マジですか。おう、やだ、まあ、変態だから。あ、そういうことですね。シラフで、シラフで行きたいね。シラフでっつうか、ナチュラルに脳内麻薬出せるから。あ、そういうことですね。脳内麻薬、うん、あ、自分でってことですか。そうそうそう、エンドルフィン、エンドルフィン、セロトニン、ドーパミン。なんでバキみたいな、うん、俺出せるんだよ。何ですか。お待たせしました。ナチュラルに行きよう。じゃあナチュラルでいいんじゃない。なんか普通にどうなんだろうね。でも俺はどうすか、セックスとか。俺はセックス俺すごいよ、はい、女の子に俺今まで一番上手かったら全員に言われるもん。だって女の子失神して動けなくなるもん、1時間ぐらい気絶するもん。早漏、うん、ですか。早漏だけど治ったのよ。逆に今ね1回戦2時間ぐらいかかっちゃって大変なのよ。1回戦2時間、うん、すげえ。だから2回戦4時間だ、うん、だそうです皆さん、うん、多分俺よりセックス上手いやついないと思うよ。これ多分3分ぐらいでいっちゃうんで、はい、もうダメだっつって、うん、限界まで飲んで寝ちゃうんで、うん、僕はなんか濃厚なセックスがしたいですね、うん、愛のあるセックスしたいです、うん、みんな何でもそうっすけど、配信上では結構セックスはスポーツだとか言ってるんですけど、おー、なんだろう、こう濃厚なセックスしたいですね。セックスは俺は死の共有だと思ってるね。死の共有、うん、っていうのは女の人って行くって、あの世に行くって書くだろ。そうですね。でアメリカ人カモンって言うけど、アメリカの死の考え方って神様が来るって考えるの。だから死を連想、女性のオーガズムって死を連想するワードがなぜか多いの。来い来いって言ってるんですか。そう、神様来い、要はあの世が来いっていう考え方、あの世に日本人は行くって考え方、受け入れちゃうって感じですね。だから宗教はこの人とだったら死ねるっていう人とセックスしなさいってどこも言ってるじゃん。え、わざわざちょっとやりましょうか。何を。なんか和道教立ち上げましょう。もう信者いっぱいいるもん。信者いっぱいいる、うん、え、そういう信者、信者いっぱいいると思うよ。俺の放送で人生変わったっていうやついっぱいいるもん。そうなの。え、そういう、何ですか、闇の。いや、でも別にナチュラルに生きてるだけだよ、本当に。当たり前のことは当たり前に言ってる。和道教みたいな、うん、実は。いや、和道教はやるつもりない。なぜかっていうと、イエス・キリストとかブッダみたいには行きたいけど、弟子が勝手に宗教を作るものだと思ってるから。俺は宗教嫌いだから、ね、勝手に崇めろっていう。うまいな、この人。実は歌ってるらしいぜ、うん、ってことだな、ね、これ。射精すると細胞死ぬからね、まあ、しょうがないんじゃない。みんな命削ってるから。何その話。もう一回死ねる人とセックスしなさい。死んでもいいなって思う人とセックスをしなさいって宗教ではどこでも教えるっていう、うん、だそういう人と結ばれなさいっていうことを言ってんだよ。そうですね、うん、まあ、宗教はねいろいろありますからね、まあ、輪廻転生とかもそうだし、うん、難しいですね、うん、宗教によって教えが違いますからね。うん、全然違うんだよ、文化っすかね、うん、だから死ぬのが怖いんだろ、人間は。まあみんなそういうことですね、結局、うんうん、日本人、誰かが言ったけど、
不倫は文化だって。ああ、まあモテるんだろうな、石田純一。なんか野草っぽいもんな、その一つの宗教ってもありますもんね。うん、っていうか誰かの考えに同調したら宗教だと思うよ。まあそういうことですよね。だから自分で考えないってことだ。そういうことですよ、うん、自分の意思がないってこと。そう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 、楽じゃん。まあイコール、まあ、配信もそうなりますよね。全員宗教になっちゃうんですね。全員宗教だと思うよ。だからアイドルって偶像じゃん。アイドルって言葉って偶像なのね、うん、で偶像崇拝とか言うけど、要はないものをあるかのように崇めることでしょ。神様とかそうじゃん。まあみんな神に捧げたいんだよ、うん、アイドルなんか宗教だよ。配信も一緒だと思うよ。競争だよ、競争。光る競争。そんなっちゃう。光る、うん、僕はでも、配信っていう舞台で悪魔で踊りたいさ、悪魔と。うん。あと2年。うん。うん、なんでそんなに配信好きなのにやめなきゃいけないの？いや、やめざるを得ない状況になっちゃうと思ってます、自分で。なんで？意味がわかんない。好きなことなら続ければいいじゃん。多分僕自身多分もう相当多分上に上がってる人として、うん、多分もう海外でもう人脈作ると思うし、うん、今までの日本での人脈とかも最大限に利用するんで、うん、じゃあ配信はそうなりたい自分になるための道具ってことか。まあ、通過点に過ぎないって言いますよ、うん、配信好きなの？配信大好きです、うん、クソ好きですよ、うん、でも僕が生きるための上でもその通過点に過ぎないって言っても配信します。800人の前とか、うん、はい、好きなものをやめる感覚は分かんねえかな。でも70歳とかになったらできないでしょ。できるでしょ。でもそしたら支援も何もないんですよ。それこそ、え、支援も何もないんですよ。ないと思ってるからさ。別に俺あると思ってる。多分そこの違いだと思います、うんうん、時代が流れてくるんですよ、うん、僕は保険を作りたいんですよ、うん、保険を作りたいんですよね。言い方汚いですけど保険。はい、あ、僕死にたくないんですよ。死ぬよ。いや、いつか死にますよ、うん、だけどつい最近に、うん、つい最近ですよ、4ヶ月ぐらい前から、うん、僕結構高いところも大好きだったんですよ、うん、でバンジージャンプ配信やってみようみたいな話になって、うん、バンジージャンプやったんですけど、うん、腰4回ぐらい抜けましたね。だけど結局怖くてしがみついて目つぶって飛び降りたんですけど、うん、そこから行きたいって思いました。だからそこからもう怖いとこも正直ちょっと難しいです、うん、怖いですめっちゃけ、俺ってなんかこんだけ行きたいんだなって思って、うん、だから今もうすごい生きることにしがみついてます、全てにおいて。だからその俺が死にたい死にたいって配信上で言ってるのも行きたいですよ、うん、がむしゃらに行きたいっていう、その、まあ、裏腹じゃないですけど配信で、うん、死ぬまで行きたいですね、うん、自分の死なんて想像できないですよ、まあ、うんうん、生きるためにどうしたらいいかなってすごい必死で考えてます、その点を、うん、と支えてくれた人たちもどうやって生きられるのかなって、うん、背負いすぎなんじゃないの。いや、昔からそうなんですよ、うん、でもそれが僕のスタンスなんで、うん、そういう風に生きてきたんで、うん、どんどんそれが重荷になってきてでも、うん、いつか支えられる人間になれたらって負荷かけるのが好きなんだろうね、自分に。多分ね、まあ、それイコール多分ストイックになっちゃうんですね。おー、だからド M って言われる本命だと思います。なるほどね、はい、俺はあの苦痛嫌いだから、はい、苦痛がゼロの状態で何かを生み出す錬金術をついに模索してるから。だから赤ちゃんになりたいの俺。はい、そういうことですね、うん、ギャーって泣いたらうんこ変えてくれて、ギャーって泣いたらおっぱい来て、ギャーって泣いたらあやしてくれて、ギャーって泣くっていう超理想系だと思う、赤ちゃん、まあ、そうですね、うん、赤ちゃんになりたい。
大きい赤ちゃんですね。そうだね、ビッグベイビー、うん、まだまだなりきれてないからダメだなと思うけど、うん、もっと可愛くならないとね。ちょっとね、おしゃぶりおしゃぶりつけてるね、いいねそれね。とりあえずドンキョーで2人でおしゃぶり配信し、おしゃぶりいいね、おしゃぶりして、うん、いいね、おしゃぶりありだな、その発想なかったな。で、258はワドさんの配信なんだっけ、これデモ、なんだっけ、ん、今も配信見れるからいいって言うけど、だからそれ今70年とかここからが何十年見れるって言ったら、ずっと見てるって言ったら絶対見てないでしょ。258どうなの実際、入れ替わりは見てくれてる人がいるかもしれないけど、それを支援するとこずらーっと何十年も、いや見たいもん見ればいいんだよ、うん、そうするとまた矛盾が生じちゃうんですよ。どこに、俺だって別に大手目指してねえよ、うん、勝手に増えるから、絶対増えるから、俺はコビ売らない。まあイコール甘いですね。甘いだね、はい、人目指す、そういうことですね。なるほど、納得した、うん、理解しました。えい、なるほどね、うん、そういうことワドは現実から逃げてるだけ。昨日もコンビ伸びないとぼやいてた。いいんじゃないか、その。それをずっと見てるお前もすごいよな。なんか俺納得したのに、今の発言で俺もね。うん。あ、来たね、テレビ。来たってことは、あの、向かってないってことだよ。うん、来ないでしょ。クム来ないの。久しぶり、テレビ。いや、来ないでしょ。来ないですね、うん、もうなんとなく分かったけどね、天然ビロ、さっきの話の事情でも素直になれよお前も。久しぶり、天然ビ素直じゃないから。天然ビ素直じゃないよね、本当にあれだよね、もじもじしてるっていうか、ひねくれてるっていうか、まじほんとにそうだよね、天然ピマジひねくれてるっすよね、さらに言えばやね、それで、うん、分かるわ、それ甘いの下手だよね、こいつ下手くそっすね、うん、顔別に悪くなくて顔いいんだからさ、もっと甘い上手になればいいのに、不器用すぎんだよ。そう、うん、かといってなんかそういういざとなったら、あと見え張る、こいつそう、見え張る、うん、ほんとそうです。もしかして女にモテるやつって相手から寄ってくるとは信じてるから、和道の法則、いやよくわかんないけど、でもそれ人によるじゃん。だって和道さんだから許される、俺だから許されるとかそれぞれあるじゃん。それを真似しちゃってみんなオンリーワンだから意味ないんで、その人のスタイルとか参考にすることはできるよ、うん、だけどそれをね、いや結局だから俺は楽することにブレてないから、だから本気でやってるからね、その周り、うん、まあそこですね、意気込みだから自分が生きるためだよ、結局は、うん、そこは共通ですよね、うん、生きるためにどうするか、うん、みんなが形は違うけど、うん、自分にどうやったらね、でも甘く生きろって思うやつらは死んでいく、それだけですよね。だから本当に本気だから生きてられんだよ、みんなは。俺もそうだし、配信者として。でもまあさっきも言ってたけど、じゃあなんで働いてるんですかって言ったら、やっぱ配信で食えなかったからだからね。おお、でもまあ働いてみていいなと思ったけど、まあ僕も現場で働いてる時はやっぱ思ってました、ね、うん、やっぱそのでも配信で3年本気でやって配信で食えないっていうのは情けねえよな、ちょっとな。でも逆に、あれじゃないですか、うん、難しいですけど、うん、俺も結構挫折とかしてますからね、なんだかね、
挫折が始まった人間ほど強くない、強い人間はいないですよ。うん、軽く安心しないの今まだしたいね。サトシ、なんか俺のさっきのことに関して全然何も答えてないけど、イビゾウさんの名前はビーティーで消していいですかみたいな。パルパル誰それ。あ、和藤さんとパルパルさん共演見てみたい。パルパル、まあ、知らない。まあ258が知ってるやつ。有名なのパルパル。有名ですよ。僕と、まあ、ヤミーの企画があって、うん、ヤミー、パルパル、うん、僕で、うん、一斉ちょっと奮闘したんですよ。去年じゃ今年か、うん、1月の頭に、うん、それで大手さんたちもみんな面白い面白いっつって、5日間を1000円で過ごすっていう。その中で、その3人の中で一番面白いやつ誰だったんですかね。いや、まあ各個人いろんな色があるんですよ。ヤミーは真っ当に生きるで、パルパルは電車バトを飛ばす、みんなにあることないから東電だろうとか。ここで俺だって言わないところがいいよね。ヒカル君っぽいよね。で、僕はルールを破って女の子と泊まりまくるっていう。仲間大事にすんだよ。俺だったら俺だよっていう。みんな色があるんだよ。本当仲間大事にするよね。はい、仲間大事です。まあ、たまにそれを逆手に取られる時もあるんですけど、どうでもいいっす、めっちゃ。だってそれより上に行けばいいじゃないですか。ただそれだけです。減ったリスナーを増やせばいいんで、うん、結局ね、行き着くところに行き着くよ。結局好きな人しか見ないから、そうっすね、リスナーもさ、そうっす、結局戻ってくるんですよ、みんな戻ってくる。文句言ったり、裏口じゃないというのも、うん、だから、そうなんだよ。自然とやっててさ、やってりゃいいんだよ。そうっすね、万人受けするとは思えないもん。うんじゃねえよ。いや、万人し、万人受けはしない、しない、絶対しない。絶対しないけど。だって、うん、アンチもあっての配信でもあるし、やっぱその、用をしてくれるリスナーもいての配信もあるじゃないですか。どうなんだろうね。でもね、静かだよ。あの、俺のことよくしてくれてる人は。大人？要は、わざわざ喧嘩に行かないっていうか。そう、本当に頭が良くて、見て、分かる人は、コメントしないです。潜って見ていい。うん。サイレントマジョリティーだよ。そうです。そう、それはあります、ね。うん、あとはガチのアンチか、潜って観察する。おお、それぐらいしかないです。ガチアンチは潜って見てる、ね。うん、沖縄行くんだっけ。沖縄の中止ですね。11月の頭ぐらいですか。で、また戻るくすぐらいかっこいいな。いや、もう行ったり来たりばっかで辛いですよ、逆に。旅配信やるの夢なんだよ。マジか。そう、だから夢叶えてるから、俺からしたら。でも間に企画っていうか、なんかすごいやっぱあるんで、大事なことがあって、特にまだ戻ってきたやつばっかなんで、結構辛いですよ。でも戻るじゃん、ちゃんと。そこでやめないじゃん。やめないです。うん。でも資金稼ぐのは本当大変なんですよ。まあね。はい。うん、支援してもらうとも思わないし、それは甘えになっちゃうんで。え、支援してもらえばいいじゃん。いや、それがダメなんですよ。僕は甘えちゃうと、とことんダメになっちゃうんで。はい。でもそれを一緒やっていけるかって言ったら絶対無理なんで。まあ、無理だって言ったら無理だもんな。本人は無理だって言ってんだから。そうです。やる気がねえんだから。まあ、ちょっと自身の限界。いくらでも僕が限界感じるときに声かければ助けてくれるリスナーさん何百人って来るんですよ、ぶっちゃけ。うん、ただそのためっていうわけじゃないですけど、みんな見てくれてるんで、支えてくれる人たちは何百人いるんで。なんでステッカーなんですか、その代わりの。スポンサーとかお金普段いらないけどっていう。支援しようかって言ったら、いやいや、ね、ステッカー買ってくれたら嬉しいからっていう。ステッカー売る方が楽じゃない？ってかやる方は楽ですよ。うん、なんでかって、まあ、ステッカー数千円じゃないですか。うん、でも支援で毎月とかもらったりとか、うん、あと、まあ、企業とか逆に使わせちゃったりするわけじゃないですか、リスナーさんに対して。うん、僕はそれが嫌いなんですよね。うん、
人に気を使われるっていうのが、うん、俺は俺でやれるからっていう。おなるほどね。なんでまあみんなの声も踏みにじって僕は自分で生きるっていう選択を、うん、選んで。コメント数少ないよね、やっぱ総じて。アクティブ86人見てて、このコメントすごいよな。これ水増してんじゃないの、キャス80人ですか。87って書いてあるけど、違うんですね、うん、で僕、閲覧300人だから無音とかありますよ。マジで。はい、あしょうがないっすな。コメント文化じゃないんだろうな、多分かん、うん、なんかラジオ感覚で聞いてる感じなんだろうね、はい、でもそれでいいと思うんですよ。まあね、うん、まあこれ見ながら寝てる人もいるので。ああそこそこそこ、はい、そう考えるとこの時間帯とかも、おなんかすごいなって思うんですよね。逆にこういう僕らのこう話を聞きながら、ね、寝落ちしてるリスナーさん、うん、本当に物好きだね。ね、すごいよね、コメントしてるよ。うーん、まあ、ニコ生ひたすらどれだけタイピングできるかっていうのがあれですもんね。そうだよね、荒らしてなんもんだもんね。潜って聞いてんだまあまあ楽しみ方人それぞれだから。まあそうそう、すげえな、1000人、累計1800人 ?1600 人、うん、今日俺も芸能人会ったよ。誰だか忘れちゃったけど、目のギョロッとした吉本の芸人さん、結構売れてた人。マジか、うん、名前が出てこないんだけど。あんたちも吉本に会った話 しない。なんでなぜならば、まあ、テレビが一緒にいる可能性があるから。あんたちは柴田とか、もうその芸能人関係。ああ、いやだ、気持ち悪い。それを配信してそばにいて寄ったからっつって、うん、配信上で言うわけでもないよ。いねえわ、まあ、いてもいなくてもいいや。来るんだろ、歌舞伎町にテレビ。そこじゃない、まず気持ち悪い。低燃費も配信者側じゃなくてもリスナー側に。いや、もうリスナー側でしょ、これ完全に。気持ち悪い、うん、お前さ、ニコ生のさ、後半の頃の低燃費どこ行ったの。キャス行ってからお前ダメになったよ。クソ気持ち悪いわ本当に。お前さ、元に戻れよ。ニコ生でさ、気高くやってた頃忘れてない？お前キャス来てダメになったよ、はっきり言って。もう4ヶ月ぐらいしてないよ。関係ないでしょ。だからお前はもうそっち側に回っちまったんだよ、配信者として。配信者じゃないんだわ、ごめん、リスナー側だった、ごめん。だから低燃費、低燃費ってそっちでしょ、リスナー低燃費って言うでしょ、5リッターリスナー。エビ4ヶ月、あと5ヶ月でしょ、あと1ヶ月回ったらようやくね、リッター5ヶ月になるでしょ、あと1ヶ月で、うん、お前戻ってこいよ。リスナーです、ワド様、ヒカル様。変わったな、こいつ気持ち悪い。こいつ何に決まるんだけどとかつって、なんかヘラヘラしながらだろう。だから来いよ早く。今どこ行くの。じゃあ交通費出したるから来いよ、歌舞伎町。タクシー来い、今すぐ。交通費出してるから。来んの来ないの、そっちは。どっち。私だって配信のお前らの悪口言ってわかるの強いね。まあ、そこだけはね、強気だよね、いつもね。だから、直接文句言いに来な。カメラ回ってないお前に魅力なんかないよ。テレビおいで。勘違いすんなよ、お前配信者だろ。金全部出してるから、おいで、俺が全部出してるわ。テレビの可愛いっすよ。え、可愛いってなんかそういう意味で。俺こいつとキスしてるもん。あ、違うか。
いや、まあ和藤さんのチンコは2時50分ぐらいやってるから、うんうん、こんなんだったよ、うん、配信やめたらただの人だよな。まあそれですね、うん、ちょっと風邪気味な松尾さん。俺あと15分ぐらいしたら行くよ。どうですか？ん？俺15分ぐらいしたら行く。あ、本当ですか？うん。僕も明日名古屋行っちゃうんで、もう、うん、起きたら行きます、うん、お酒飲みます？大丈夫ですか？いや、これでいい、俺は関係ない。先生、お会計いいですか？お疲れ様です、キムタンさん。どうもどうも、歌舞伎町っすね。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよ、もう。